吉成広島区は、福島県在住の飲食店経営、リビオ店経営、特定非営利活動法人チーム、福島理事、福島県出身、福島県内で活動している経営者である。飲食、リビオ経営だけでなく、様々なイベント活動、支援活動を展開し、ニックネーム、ハグちゃんの愛称で、老若男女問わず、親しまれる存在。 東日本大震災当時は、地元の飲食店仲間と避難所で炊き出しを行い、各地域の住民との交流を行った。その後、福島ひまわり、佐藤屋プロジェクトの活動を運営する特定非営利活動法人チーム福島の理事として、福島と全国をつなぐ活動も積極的に行っている。2009年には、福島県福島市で2000人規模のイベント、 福島夢学園文化祭を主催し県内だけでなく全国から多くの方が参加した。イベントは2日間にわたり行われ、2日目には地方大会が初となるドリームプランプレゼンテーション福島を開催した。通夜、葬儀ではその様子がライブ配信された。ハグイコールハグ、ヨーパクハグハグはじめはハグハグと呼ばれていたが、今ではハグちゃんが定着。 また、日本ハグ協会の活動にも共感し、ハグと名乗るきっかけとなった。優秀作品紹介7、一般部門、ありがとうとともに、未来へ向かって確かにあの日から、私たちの価値観が変わった。それは一言で言うと、当たり前ということすべてがありがとうに変わった瞬間。当たり前にスイッチを入れれば電気がつき、蛇口をひねれば水が出る。周りには、 いつも人がいて、当たり前に呼吸だってしていた。それが、震災後、そのすべてがありがたいことに変わったのだ。確かにあの日から辛いことはたくさんあった。でも、振り子に例えるならば、幸福と不幸を言ったり来たりするその振り子は大きく辛い方へ触れた瞬間、その分幸せを感じることになったのだ。震災があったからこそ、その後素敵な出会いもたくさんあった。 今まで以上に世界中の人の優しさに感動でき、共感し、一緒に涙することすらできた。それは、かけがえのない経験でもあった。そう、辛いこともいっぱいあったが、ありがとうの意味を心から感じることのできた一年だった。今、世界中のどこよりも放射能に溢れている福島県。でもそれ以上に今、世界中のどの人たちよりも福島県民は、 ありがとうに溢れていると確信している。今、私たち福島県民にしか伝えられないことがいっぱいあると思うし、私たちはそれを後世に伝えていく義務があると思う。私たちの使命、それはこの苦境をきっかけに、福島から世界中に広がる思いやりに溢れた街を作ることであろう。もしかしたら今、世界中から哀れみの目で見られている福島。 でもそれを私たち自身で憧れの福島に変えていこうじゃないか。誰もが羨ましがる一度は行ってみたい街、福島。それをこれから作るのが私たちの使命。福島の特産はの問いにみんなが人と言えるようなそんな地域をこれからも育んでいきたい。良くも悪くも世界中の人が福島という地名を知った今、これをピンチとするかチャンスとするか。 それは、私たちの捉え方と行動一つじゃないだろうか。さあ、明るい未来を描き、みんなで前進しよう。一人の百歩より百人の一歩が大事。ドリームプランプレゼンテーション、吉成博志白 YouTube 福島民放2012年、福島復興大使優秀作品紹介7、一般部門、作品紹介より引用。ありがとうございます。